じゃあこんにちは。さあ豊さん、はい、DeNA が新外国人を獲得しました、はい、マイク・フォード選手ということで、はい、内野手一塁のみしか守れないんですけれどもはい、はいはい、マイク・フォード選手現在31歳、はい、でメジャーリーグ通算252試合に出場、打率は2割5厘で通算37ホームランで、昨シーズンはこれはメジャーではないんですけれども16ホームランというところで、内野手の外国人を、まあ、1年生だよな、もう専門ですね、はい、ということで球団関係者はもうずっとこの選手をマークしてきたと、過去数年においてうちの国際チームが追っていた選手、常に契約できるタイミングを我々の方でも伺っていました、はい、でただタイミングがなかなか合わず契約までは至らなかったんですが、今回いいタイミングで契約できるチャンスが来たので迷いなく契約したというのが経緯ですということで、なるほど、ずっと追ってきてた選手だったんですね。やっぱ追うよな、うん、でも契約しましょうかっていうような時に、うん、まあ、契約ができませんと、はい、まあ、球団にも断られ、うん、そしたらちょっと追っかけてるよねやっぱり、うんうんうん、でそのタイミングはあったということなんだろうけども、はい、まあ、一塁手オースティンどうすんのかなみたいな、な、そうなんですよ、まあ、オースティンのバックアップであるのかな、でも一塁専門なのでそうですよね、それかオースティンを外野に持っていくのか、ライトに、ライトに持っていく、より強力にするのか、バッティングを、さらに厚みを増す、もうとにかくエラー何しようが打ち勝つみたいな、はい、うん、腹決めて、はい、まあ、そういうのも面白いけどね。豊さんはバッティング見ましたけれども、はい、どんな印象でした？大谷と似てるな、って言ったらみんな期待しますよ。いやいや、再現性があるんだよ。で何本かのホームラン集を見たけども、はい、打ち方一緒なんだよ、うん、で大谷の時に今日も打ちましたホームラン、ほんとどこ打っても一緒だなっていう再現性があるバッターだなと思って、うん、まあ、だからといって日本で確実に打つかというとさ、うん、まだこれは分からないけども、はい、ただタイミングの取り方はいいね。いいですか、やっぱりゆっくり大きく取れてるということ、はい、まあ、その中でなんかどこのコースを打っても同じようなフォームで打ててるということ、うん、だからそれは再現性があるということだよね、はい、だからそういうことを考えると、うん、まあ、非常に期待は持つね。持てるような選手、見た感じは、はい、で本人セールスポイントを挙げていまして、ヒットを多く打ってランナーを返す、得点につなげられるようなバッティングをするということが私の持ち味だと思っているので、それを日本でも継続していきたいなというふうに思っています、というふうに勝負強いクラッチヒッターだと明言。無駄な動きがないね本当に、うん、ただピッチャーのレベルが上がってるから、まあ、そのぐらいしか残らないのかもわからないけども、はい、やっぱこう形とか、うん、動きとか見てると、はい、もっと残してもいい感じはするんだけどね、うんうん、率が、はい、でもそこはどうなんだろう、そのやっぱ形は持ってるけどミート力がちょっと乏しいのか、うん、まあ、ちょっとわからないけどな、日本に来てどうなんだろうなっていうのはあるけどね、でもまあ打つやろうなと思う。ただこの獲得にファンの皆さん X でどういう反応しているのかというのを見たところ、はい、ベイはピッチャーの方が大事じゃない、筒香、渡来、佐野太、もういっぱいだよ、あとファースト専門はいらんやろ、あれオースティン来年契約しないの、多分先にエスコバーの再獲得に動いた方がいいんじゃないかと思うよ、どこで使うなどなど、皆さん、まあ、期待もしつつ、あれなんで取ったのっていう声も実はあるという。まあ俺は、はい、まあ、オースティンの契約は今年で切れるよね、はい、だからその契約がどうなるかわからないという時点では、やっぱこう、まあ、そこの専門職でも取っとけば、はい、まあ、オースティンが外野ができないわけでもないし、はい、だからそうするのかなっていうような感じはするけどね、うん、でオースティンも、まあ、うかうかしてられないな自分っていう、まあ、契約も球団の方が有利に進む可能性もあるんですか。いやいや、今年の成績から見ると、うん、ね、DeNA に契約しなくても他の球団が必ず契約するような成績が残るよ、となるとオースティンは DeNA に残るだけの選択肢でなくなってくるっていうこと。まあそうだね、あ、だからそれはやっぱり準備はするということだよね。そうか、ただもうだから抜かりはないよ。いや、そうですよ、ね、でも残るって言ったら外野手の選択肢が出てくるし、はい、オースティンのね、うん、
だからそれはまた外野手行ったら大変だよ。外野手あぶれてきますよね、もう。まあ、それと打線を組んだ時にすごい打線になるよ。併用であればオースティンのところにそのままハマればどうならいいんですか。どうなんだろう。いなくなればね、はい、いなくなればそうかもね。2番とかね、3番とかですよね。あと、併用という形で今シーズン使うんであればスポットそのまま入れ替えだけっていう感じの打順ですか。まあそうだね、まあ、そのぐらいの打力はあると思う、うん、いやただどういう風な野球を目指してんのかっていうことだよね。うん、で器用そうではない、はい、いやだからもう打つしかないっていうね、うん、でまあ走力というものもどうなのかわからないけども、はい、まあそんなには走れないだろう。年齢的にもそうですね、30も超えてるので。いやそのぐらいは走れるよ。でもスピードがあるのかどうかっていうとさ、うん、まあちょっと心配だし、はい、だけどその中でどんな野球をやりたいのかなっていうのがね、うん、まああるけども、まあもう打ち勝つというね、はい、まあ、打てるバッターだよ。ただオースティンを本当にどうするのかっていうね。そうですよね。いやただオースティンをまずは使うよ、メインではね、はい、まあ使うとは思うけども、だけどやっぱ取った以上はさ、そうなんです、使わないとっていう、ね、でよかったらやっぱ使いたいという風な気持ちになるでしょ、うん、で取った以上は試したいっていうのもあるし、あります。いやそしたら、ね、どうするんだろうなって。これ、もちろん例えばオースティン選手がなかなかちょっと不調になってきた時にこのフォード選手が入ってきて、ね、率残してカバーっていうのはいいんでしょうけど、オースティンも好調でこの選手も好調になっちゃったら、そうだ、もうオースティン外野に持っていくんだとなると佐野選手が、いや佐野は外せないよ。ですよね。渡辺外せないじゃん。ああそうなのか、ライトに持っていってっていうことになる。ただ、渡辺選手も、守備はねちょっとあれですけども、例えばバッティングで打ってる、破壊力が違うから。あそうなのか、うん、いやそれはもう3割打って、うんうん、ね、40、50走ってくれるんだったら、はい、シュートみたいな扱いで一番追いとくっていうのはさ、うんうんうん、それはありかもわからないけども、はい、ちょっと今のところ彼の良さというか特徴っていうのができてないよね、はい、打つときは打つけど打たなくなったら打たないとかさ、守備もミスがあったりだとか、はい、ファインプレーがあったりだとか、ものすごい波があるからね。だからそういう意味ではそのオースティンが外野できるんだったら、オースティンが外野って言って言ったら、そら破壊力のある外野になるし、で、センター桑原、レフトに佐野、レフトにオースティン、いや佐野ね、ライトはオースティンとして、はい、で、センターも梶原とか使えるし、うんうんうん、そうなってくると相当厚みがあるよね。だから筒香が怪我で戻った時にどうするかっていうこと、ね、そう、それはどうなりますか。どうなるか、だから佐野との併用になるね。ああ併用か、佐野選手と、だオースティンと佐野と筒香のこう併用っていうかさ、うわになってくると、まあそうか、厚みはある、ね、増しますよね。増す、そうか。このフォード選手早ければいつぐらい、オールスター明けとかなんですかね。まあそうだろうな、入団関係したばかりなので、もちろんファームでちょっと慣らしてからのだと思うんですけれども、まあでもオールスター前にちょっと上げて、うん、一軍の雰囲気だとか、はい、まあそういうのは味わってもらいたいよね。ですよね。まあ味わってもらいたいというか慣れるか、慣れるという意味では、うん、まあ早い方がいいとは思うけど、ですね。ということはやっぱりオースティン選手をどこかしら下げて使うのか、ポジション変えて使うのかしながら、まあ、そうだね。オースティンが外れるということは今の段階では考えられないし、うんだからポジションを外野に持っていったりだとか、ファーストしかできないんだろ。そうなんですよ、他経験ゼロなので。守備もあるからな打つ方は見たけど守備は全く見てないし。そうなんですよね。守備がめちゃくちゃ下手だったらこれ使えんぞって、うん、なるしな。だからそんな下手くそは来ないか見てるとは思うんですよね、何年も追ってたということはね。そうだね、打つのはいいけど守りはしょうがないぞって優先者は取ってこれないからな。そうですね。いやだからそこそこだというふうに考えると、一塁にフォード、はい、でライトにオースティン、うん、これは自然の流れかなと思うんですね。ただやっぱファンが思っていた、ピッチャーを取りに行ったんじゃなかったの。いやピッチャーはジャクソンとかケイとか、うん、本当に良くなってくるよ。中継ぎはあとウィックが、ウィック、うん、もうちょっと安定してくると俺は思うけどね。うん、
焦らない方がいいと思うよ、ピッチャー取るのが。まあでも中継ぎが弱いから不安なんだろうな、はい、ファンはそこを言ってるんですよね、うん、まあまあそれは確かにな、勝ちゲームを、ね、ひっくり返されたりだとかすると、うん、それはまあそういう気持ちになるけど、外国人持ってきたからって抑えられる保証はないからな。確かにそれもありますよね、今から。あのエスコバーでも、うん、やっぱ調子の悪い時は打たれるしな、うん、まあ、一概には言えないけど、まあ、だけどファンの気持ちも分かる、うん、長継ぎ何枚かね、補強して、うん、まあ、備えさせておいた方がいいんじゃないかって、まあ、確かにそうだよ、優勝狙うのように、うん、後ろがバタバタしてて優勝できるとは思えないもんな。そうなんですよね、まあ、確かにね。ただウィックは多分やってくれると思うよ、そこをきちっと抑えてくれるっていうところです、ね、うん、森原もちょっと疲れが来てるけどな、いっぱいいっぱいなりながら。そうなんですよ、ね、うん、だから本当に伊勢とか野菜が復活してこないとな。そうなんですよね、そこありますよね、まあ、そうだな、まあ、そこら辺だな、期待はね。ただ本当に DeNA のファンが面白かったのは、うちの打線はソフトバンク打線とそう変わらないと思うと。今のソフトバンク打線になんか一塁しか守れないで強打者をまた入れたような感覚と似てるんだけど、これは正解なんだろうかって言っていて、正解か不正解かはシーズン終了に出る。わあ、そこで答え合わせできるのか。 やっぱりこの1ゲーム差の中にこう4チームがいて、うんうんうん、それを抜け出すためにやっぱフォードっていうのも取ってると思うんだよね。そうですよね。で優勝するためにもう1枚アイテムとして取ってると思うんだよね、うん、だからこれが優勝できなかったとしたらやっぱ取るところがちょっと違ってたのかっていうことにもなるしね。そうですよね、うん、それだったらやっぱり野手よりもピッチャー取っといた方が良かったっていう X で書かれてるファンのね、はい、人たちの意見の方が正しいっていう風になるし、うん、なかなか難しいな。 ですよね。でもね、本当にね、いないんだよ、なかなか選手が取りに行っても、うん、そうなんだ、うん、なんか帯に短し、たすきに流しみたいな感じで。そうそうそう、いや本当にね、いい外国人っていうのはなかなか向こうもない。人数はいるけどもさ、うん、日本のレベルも上がってるから、はい、その日本に本当に簡単に来れる外国人っていうのはいないよ。そうですよね、うん、だったらバリバリ向こうでやってたりとか、やってる選手じゃないと、うん、なかなかやっぱね、日本に来たって活躍できないよ。そうですよね、うん、でもそれ考えると巨人のヘルナンデスもうバッチシでしたね。いや、あれ、あの選手もずっと追ってたんだろ。あ、そうなんだ。多分バッチリでしたもんね。だからまあやっぱタイミングっていうのもあるよな、縁っていうのも。だからピッチャーだって目つけてると思うんだよ、まあ、絶対そうですよね。そうそう、いやだけどタイミング合わないんだよ。うん、でも分かんないよ、オールスターまでにバーンとタイミングがあって、はい、7月いっぱいで契約するかも、はい、あ、もちろんですよね、可能性もゼロではないし、あとトレードという意味ではまだトレードの期限も残ってる。出さないって。もうそこら辺はもうみんな優勝狙いだとか A クラス狙ってきてるから、うん、だからそれはね、なかなか出してくれないよ、パ・リーグだって。トレードもう1回ぐらい、セ・リーグはね、いや、あると思うよ。あると思います。いや、あると思う、うん、あると思うけども、うん、そんなに大物が動くっていうことはないと思うけど。まあ、ちょっとね、フォード選手の話からトレードの話に行きましたけれども、はい、フォード選手がね、来てやっぱり野手取ってよかったねとなるのは、このシーズン終わってからの答え合わせというところで、まあ、そうだね、うん、あとはやっぱこう、使われた時にいいスタート切ってほしいな。それ一番ですね。やっぱりやや言われるからな。それそうですよ。いや、だからエルナンデスみたいに、いいスタート切れるといいなとは思ってるけどね。はい、はい。